こんにちは、ネモです。パワープルアプリやっていきます。今回は、パワーアップ波動でイベント特攻選手を作りに行きたいと思います。早速行きましょう。で、今回、千丸を引けています。お守りだけ持ち込みをしています。イベントデッキこんな感じです。レンちゃん、牙、水鳥、田中山、金原、で、ほのちゃんと。これで行きたいと思います。早速行きましょう。なんか、本当に、イベント期間選手に一人は引きますね。お、大当たり。で、またびっくりしてると。水鳥。まあ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 、こいつ練習マンですからね。田中やね、体力回復。レンちゃんも体力回復。またびっくりしよう、金原。阿部引くください、早めに。うん、ナイス。いいびっくり具合ですね。左終わりたい。うん、まあ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 。細かいことはいいんだよと。うん、ナイス。コンドちゃん、これがいいですね。体力回復、マジで助かる。うん、まあ、行くだろ、そのうち。お、ナイス、チームメイト。まさかの水を光り出した。これで金原が絡んでこない。で、本能行っとくか。おそらくオレンジは行ったでしょう。いいやつ。ナイス。で、冗談でごまかすで盗塁を1個もらっておきます。で、金原のボツを1個減らしておく感じですね。盗塁掴んだらレベル5になるんで。最高すぎるな、田中。うん、休みましょう。次から燃えてくるんだ。おっと。うん、まあまあまあ、ゴーゴーゴーと。燃えろ。4人か。うん、まあ強いですね、そこそこ。阿部ひ。よしよし、余裕で間に合った。うん、ちょっとレンちゃん踏んでいきますか。そろそろやめて。まあ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 、うん、強い。
うん、悪くないな。金原行きましょうか。真ん中。オッケーオッケー、そこそこつけましたね。うん、これいっとくか、これいっとくか。まあこれか。あ、何やんだ、取ってね。やめて、オッケー。いや、ちょ、まずい。まあいいか。これでチャンス目か。うん、ちょっと体力足らんな。やる気かな。まあ、レンギ来たいけどな。水鳥にしますか。キャッチャーです。まあ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 。うん、微妙いな、どこも。田中山。うん、コツくんねえな。結構筋力が不足しそうですね。木場くんがパーヒくれないとかなりきついぞ。うん、まあ筋力踏んでった方がいいっすね。こういうちょろっとしたやつでも。うん、これ4人火つけつか。微妙いな、これ多分2000点。レンか。行ってもいいっすね。レンちゃん行きましょう。デート行ったかな。でもポンちゃん、初吉なんとかなるでしょ、スバルなんで。やべえ、今のレフトフライか。余裕。
しいな。これで消しちゃうのもったいないっすね。うわ、超バラバラ。おからの一番いいやつ来た。かわいい。のわいい。そう、キュー。ちょ、キバマジ何やっとんねん。うん、いいね。キバのおかげで全部崩れたな。そうか、今のでチャンスレベル1もらってって感じが一番いいのかもしれないですね。これかけるか。うん、レーンを抑えましょう。やる気。オッケー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 、めっちゃついた。10人だったら来るだろう。骨。うん、まあこうですね。おお、悪くないっすね。足りなくなった精神が。走塁ちゃんめ内野安打。4人か。あー、水鳥。まあ拾っときますか。もうコツいいやつしか残ってないんだ。くれね。3人。マジで。完全裏切られましたね。壁際もらってるからあんな製造機かなの方が良さそうですね。ポイントバランス的にも。ちょっと能力上げとくか。筋力きついな。パワー G か。もう踏んでくかバンバン。うん、2人消そう。飛んで火にいる夏の夏じゃねえや、スバル。完全まだ4月でしたね。
これで OK ですね。あとは飲み物でも飲みながら待ってましょう。いやでも柳生ちゃんどんぐらいなんでしょうね。打撃選手権彼女ちょっとその辺が分かんないですけど、打撃なら新島ともろかぶりですからね、選手権彼女で。ただまあ一説では、まあ、ただの選手なんじゃないかというところではありますけどね。どうなるか分かんないですね。 OK 金トップゲット。 OKOK でめっちゃついた。12期待できる、期待できねえ。いや厳しいな。うん、田中山得点めちゃくちゃくれますね本当に。3100。あとは木場くんパーヒー。うん、このダブルは強い。いや筋力マジきついな。いや補給もきついな。チャンス直取りしたんでね、パーヒーのために。打球伸び早めに取っちゃうか。でも本当にこのパワーアップ波動で相当いきそうな感じですね。波動の選手も常設でいいんだけどな、パワーアップ波動。他の高校も何かの要素でパワーアップすると本当面白くなるかなって感じですね。よし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 、圧倒的勝利。8人か。絡まね。うん。水で。こんだけ踏んでコツくんねえってやばいな。これ踏んだら確実に、まあ、デートしますか。これ怪我骨半端ねえな。うん、そこそこモブたち強いけど、まあそれなりか。6、ほんとこの オーバーヒートのサイクルをどれぐらい早められるかでだいぶ変わりますね、育成が。くれね。お、一回目かこれ。
うん、これ踏むとまただ。ポンちゃん行きましょう。厳しいな。レンが行ったみたいですね。パワヒが欲しいぞ。うん、腐っても千丸かな。打球のくらいでいいでしょう。うん、まあこれでいきましょうか。筋力はマジ足らん。パワヒ広角もこのままだと、というか広角は最初から直撮りになるね。やべえ、うん、これは勝てそうだ。にしらすには負けないですね。と言って何べん負けたことかっていう感じもありますけどね。 OK、 3、 ほーんと休む。マジでやばいな水鳥。お、乾燥した。バンダ製造機切り込み隊長。うん、まあそれなりって感じですね。見送ってボール、はっきりしたボール球、投げた、ボール、外角へ。ここはよく選びました。カウンター2ボール、投げた、手応えは十分。おー、ギリギリ。第9、投げた、打った、これはいい当たりだ、いった、入った、入った。第9、投げた、打った、強い当たり、いったー、上段。第9、投げた、もう投げました、打った、これこれ、うん、この試合もらったでしょ。ちょ、キバ君マジでパーヒーください。厳しいぞ。びっくりしといてくれないのきついな。スカウトおそらく大丈夫でしょう。お、守備職。うん、最後にめっちゃつきました。12、キバじゃなかったか。いやー、熱い熱い。これが波動。いや、これほんと常設でいいレベルですね。楽しいですね。
うん、ミート、技術。ここもちょっとバー一人てぇな、さすがに。広角打法は取りましょうか。もうほぼ取るんで。キバさん、キバ様。お待たせいたしました。第9、投げました。取っといてよかった。絶対入ってないですね、今の。広角打法の足じゃ。第9、取っといてよかった。早速力を発揮してますね。皆さん、広角打法を取りましょう。第9、うん、ものすごい体感ですけど、乾きなくても右に流したら結構飛ぶ気がするんですよね。投げました。なので右方向狙いばっかりですけど、パーヒないときは。オッケー、超パーヒマジで。キバくん、キバ願い通じた。ちげー、まあ5人か、まあいいか。本塁生還とリベンジの得点。危ねえ危ねえ。初球空振り。第2球投げました。打ちました。痛烈。いった。入った入った。5番。第9投げた。打ちました。これはいい当たり。いった。この試合はなんとか大丈夫そうですね。やばい。気のせいだった。第9。黒金強いな。外れた。ボール。第2球投げた。やばい、黒金のパワーがやばい。第9、強い当たり、いった、入った、入った。OK ですね。決勝。キバ金原か、どうすかな。まあ無難に取っといた方がいいような気がするんだけどな。剣技もらっとくか。ニジカスくんいつ実装だろうな。取れねえな。はい、お待たせいたしました。まあしっかり勝って、おっと、5番。第9投げた。ナイスフォーク。外角低めいっぱいストライク。まずは見送りました。おっとスライダーか、危ねえ。ボール、カウントはワンボールワンストライクです。ボール、これは外れます。カウントはツーボールワンストライク。入らないか。センターへの打球、ダイレクトで当たった。ボールはセカンドへ。ツーベースヒットを放ちました。5番。第9。結構球は選ばないとホームランできなさそうです。初球は外れてボール。第2球投げました。ボール。カウントはツーボールノーストライク。3球目ストライク。第4球を投げました。打ったから強烈。入ればどうセンター。入った入った。やべえ、勝てねえ。第9打ちました。数列いった、入った入った。超キバ。第9ボール、まずは低め、バッターよく見ました。第2球投げました。決まってストライク。第3球を投げました。
アウトコース低め、ボール、カウントは2ボール1ストライク、投げました。絶妙に打てない。次が5球目。あ、ちょっと早くなかったですね。おお、なんとか自分の力で勝てて。どうでしょうね、7000点ちょっとぐらいかな。うん、ものすごい波動バーニング練習みたいなのなかったですからね。ちょっとだろうな。うん、まあそんなもんですね。で、左とパワヒ、パワヒ直つら、早球、ロボヒ、いやーきっちり。連打で、守備とかに振るか。お、いい感じのファーストできそう。初球敏捷か。高速チャージつけようかな。追い打ち、ヘッドスラ、固め打ち、対左も一個いきますか。で、取れねえかも。うん、これでいいでしょ。 OK、 できました。うん、まあそこそこ形になったんじゃないですかね。どうしてもパワヒー、いやー、パワヒとチャンスきついな。まあ木場くんがしっかりくれるともう少しいい選手ができそうな感じしますね。いやー、特攻選手ポチポチ作っていかないとちょっと間に合わなさそうですね。あと2日。うわぁ、きついな。間に合うかな、始まるまでに。はい。皆さんのバトスタ選手の進捗も聞かせていただければ嬉しいです。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また、Twitter のアカウント名と最近始めましたまとめサイトの直リンクをコメント欄に書いておきますので、もし遊びに来ていただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。